やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、スタミジャパンでございます。今日はですね、焼き芋のトラックをまんま借りてきたので移動販売をしていこうと思います。で、中身はちょっと紹介しようと思うんだけど、激アツだよ。ちょっと見る、すごいよ。ほら、焼き芋機あります。で、ちょっと中も見したいんだよね。ちょっと中も見てもらっていい？このさ、この汚さ見て、最高だよな。ガッチガチの焼き芋機を借りて、今回は、焼き芋の方を200本ね、用意しているので、今ここで焼く作業をしてから移動販売に移りたいと思います。はい。すいません。はい。いや、ちょっとまだ売ってないんですよ。ちょっと待ちください。値段なんですけれども、焼き芋が200円、チェキが500円で売らせていただこうと思います。はい。ということで、ちょっとカメラマン変わって。こっちが焼く方。すごない？こっちが、上が保温なの。これ見て。もうたくさんのね、芋を保温しております。はい、すでにね、芋の方がたくさんあるんで、これをね、200円で少しずつ売っていこうと思います。この作業がまず始まるから、お前ら舐めんね、焼き芋。朝忙しいんだよ、タコどもが。よし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 。俺、本当にこの軽トラが好み。汚いって言っちゃあれか。でも汚いよね。おかじしておいてなんですけど、でもそれが味だからね。あとでちょっとあれもあるんだよな。焼き芋やってればの。なんと、音声の録音機がついてるんですけど。あとでちょっと歌わせていただきます。はい。こんな感じでね、焼き芋をセットし終わりました。爆発する、爆発する？爆発流される。やば。ここで終わるぞ、企画。終わるぞ、ニキ。爆発したら終わるから。うるさい。死にたくない。俺ここでしょ。おお、こんな感じなんだ。すげえ。まだ準備することがございます。もう一つね、大切なことがありますんで。きたね。こちら、今からね、焼き芋の歌を録音していこうと思います。いやー、音質悪いね、いいね。いきます。焼き芋、焼き芋、石焼き芋、焼き芋。ちょっと待って、やり直させて。焼き芋、焼き芋、石焼き芋、焼き芋。ふっくらしとして香ばしい石焼き芋はいかがですか？さあ、ごめん。何しとんの？違う、だって止めねえ。俺が切る、いやって切るから。焼き芋、焼き芋、石焼き芋、焼き芋、ふっくらとして香ばしい石焼き芋はいかがですか？さあ、いらっしゃい。焼き芋、焼き芋、石焼き芋、
キモおいもやーキモやーキモ石やキモやキモ ふっくらとして香ばしい石焼き芋はいかがですか？さあ、いらっしゃい。焼き芋、焼き芋。石焼き芋、お芋。すいません、作業。さあ、いらっしゃい。じゃあ移動、え？待ちすぎだろ。移動販売なんだけど。じゃあ今から移動しますね。移動販売別にいいやろ。そんな移動、そんな移動、チャリで、チャリで俺たちのこと追い越していくんだけど。くそまじいって、くそまじいな、転ぶ、そこで止まってあげて、死んでしまうから止まってあげて。移動販売はね、ちゃっちゃと売って、次に移動していこうと思います。はい、というわけで、焼き芋販売始めます。お願いします。袋に入れて渡そうと思います。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、お芋どうぞ、ありがとう、来てくれて、はい、陸上部に行きました。はい、で、ちょっと移動します、ごめん、ちょっとごめん、一旦ここに OK、移動した信号待ち、カオスすぎんだよ。おー、すごい、分かった、分かった、走んな、行列だからね、ごめんね、そうだね、列がむずい。ちょっと一回会議、はい、一回会議、列で作られると売れないんで、散らばって待機をちょっと流さないと。河川敷とかは、いや、よくない。河川敷も結構取れない、はい、いや公園もダメなんだよね。もう巻くぐらいの勢いでどっか走って、で止まって数人よしてまた逃げてっていう。じゃあ分かった、ゆったり走って販売っていう選択肢を取ろうとしてたんだけど、ちょっとそれだと列ができちゃうんで、俺と鬼ごっこしましょう。いやもうそれしか、ごめん、かなり体力系の。もうみんなこれ、いやそんな追いかけて来られたら、お、いや無理なんやって。いや、普通にピューって言ったら、みんなこれ追っかけてきてるから、ごめんね、本当にごめんね、来てくれた人本当ごめんなんだけど、みんなに対応したいんだけどね、10人対応したらまた走りますを、繰り返します。ちょっと企画変更、こうなると思ってなかったんで、すいません、僕の人です、 100% 全部俺が悪いです、すいません、一旦逃げます。ありがとう、来てくれた人マジで嬉しい、君たちの愛が伝わった、ありがとうね、いつも。ちょっとごめんだな、よろしくです。あ、どうも、赤ちゃん来てどうも、ありがとう、ありがとう、来てくれて、お芋の目の前と、ありがとうございます、どうも、あ、ご怖いよね、またね、頑張ります、ありがとうございます。ここら辺で流しますよ。チャーリーしかおらん。チャーリーしかおらん。ごめんね、移動になっちゃって。ありがとう、来てくれて。ごめんなさい、本当にごめんなさい。美味しく食べてください。おはようございます。どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。入れた後。はい、お芋でーす。ありがとうね。じゃあ、すいません、移動します。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。いや、これね、配信の人たちはね、うひょう、こいつ重いことしてるって感じだけど、この現場にいる俺からするとね、マジ申し訳なくて。ぐわっ、スタさん、もう渋谷行っちゃいますか。
まだ行かない、まだ行かない、まだ行かない、ま、ずる、うん、ずるすぎだろ、お前。事故んなよ、お前、はい、気をつけろ、はい、うん。ほら、ほら、うわー、すごくない？美味しそうね。ありがとうございました。はい、またね。またなんか今度やるから企画して、その時はちゃんと企画するから、みんな。はい、どうぞ。ありがとうございます。いつも動画見てます。ありがとうございます。移動しますか？移動しますか？ちょっとだけ、ちょっとだけ移動します。ごめんなさい、ちょっとだけ、ちょっとだけ。なんかみんななんかね、人気、なんかね、アイテムをゲットしてきてんだよね。レンタルの自転車用意したりさ、ループ用意したりさ。やっぱみんなゲーマーなんだね。はい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 、はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。まずね、写真撮影今回ないより代わりに、あの、俺のことは勝手に撮っていいっていう話はしてあるから。はい、どうぞ。あれは嬉しいです。食べてる？いいよ、いいよ、いいよ、これ。ありがとうございます。はい、こっちだぞ。写真撮って。うわ、ゴルビオン。自分に行ったんですけど。え、そうなの？じゃあ見せてあげて、視聴者のみんなに。はい、じゃあ。写真楽しみにしてるから、また。私やカルビやってます。マジ？カルビだらけやん。カルビだらけだ。みんなカルビやってんやん、これ。ほら。もう終わりかな。もう終わりか。終わりです。すいません、ちょっとまた移動します。ごめんなさい。またね、またね、またね、またね。移動です。なんかタクシーがめっちゃいんの。お前らタクシーで。お前らすがる頭脳派だな。経済回してるな。なんかここらへんタクシーめっちゃ取ると思ったら、お前らが寄ってたかこれ。これマジかみたいな、この音質の悪さが。忘れてたね。そう、売っちゃいけないんだけど、あの、俺たちがジャガバターを楽しもうって話をしてたんだけど、マジでそんな、俺いろんななんか空き時間のコンテンツを考えてたんだけど、そんなことする時間はなかった。俺ジャガバターを食べたかったんだけどね。みんな走ってるけど、あれそうなのかな。何を目標に走ってるんだろう、奴らは。すごいな。ここめっちゃ安そうだけどね。いやー、ここかな。一旦ここで。オッケー。めっちゃ走ったよ。走りました。タクシーで来ました。頑張ったな。何円かかったって？5000円ぐらい。頑張った。はい、どうぞ。ありがとうございます。暑いよ。暑いから。暑いよ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 。さっきジャガイモ食ったものね。あ、そう。最後ない。はい、どうぞ。ありがとうございます。食べてください。もう4時から一生走ってます。一生走ってます。もうアキレスにちぎれます。もう現地100人ぐらい並んでます。マジ？はい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 、はい、なるほどね。おお、なるほどね。死だよ、死だよ、死だよ、死死死だよ、死だよ、死だよ。はいはい、ありがとう、ありがとう。すいません。いいじゃん。お、いいじゃん。すいません。行きましょう。はい、行きましょう。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。沖縄行ってる時の蕎麦屋さん、弟が働いてたんですよ。は、そうなの？そうです。あ、そこ浜屋？そうです、そうです。マジ？徒歩2分です。すげえ。また来てください。また行くわ。絶対行くわ。俺浜屋大好きなんだよ。そう、嬉しい。はいはいはい、どうも。8時ぐらいに親に帰るって言ってたんですけど、うん、今めっちゃ LINE で怒られてた。急げ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 、大丈夫か。ごめんな。ここ分かったんで応援の言葉欲しいです。マジで頑張れよ。でも今から人生きついからな。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。これは誰のシャツですか？これトロちゃん。トロちゃんだ。トロちゃん見せてあげて。ほら、いい、トロちゃん可愛いね。お、もういるんだよ。僕仕事辞めて久々に外に出てきました。マジ？はい、いいきっかけになったね。いや、もう最近スタさんの久々に見て散歩始めようと思って。はいはいはい、マジ？絶対やった方がいいよ。順調ですよ。すごく順調。どうも。ありがとう、嬉しい、めっちゃ。
泣かないの、どうしたの。ちょっとこれ、そうか、ごめんな、たくさん走らせて頑張った。5時間待ち、5時間待ちってことだ。ありがとうな。はいはいはい、明日誕生日なんですよ。いいですか。はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。名前は差し出です。ハッピーバースデーディア差し出、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。ありがとうございます。どうぞ。ございます。はい、あっついぞこれ、めっちゃ焦げてる。マジですか、うん、超気をつけて。マジで、マジでマジでマジでも、うん、あっつい、熱いだろ、熱いだろ。ありがとうございます。ありがとうございます。友達連れてきたんですよ。はいはいはい、はい、何も知らない、はい、知らねえんだ。じゃあ今日で知っていって。ニラとネギにびっくりした。それ見せんだ、それ見せんだ。どうぞ。はじめましてよね。はい、これもよろしくお願いします。おすすめのゲームってありますか。おすすめのゲームですか。いや俺こんだけ持ってて、まだゲームあんまし入れてなくて。じゃあね、リーグオブレジェンドっていうゲームをやってみるといいよ。あ、やります。うん、やってみて。はい、うん、ハマると思うよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、焼きを配る配信を、させていただきました。最終的にちょっとね、僕の不手際でこんなご迷惑をかけながらやらせていただいたんですけれども、楽しんでくれてなら嬉しいです。またなんか、イベントをやりますので、よかったら見てください。今回はね、この焼き芋もこのスピーカーもこのトラック全部も、焼き芋かコウマファームさんのご協力で、やらせていただきました。ありがとうございます。はい、というわけで今回はね、プールサヨさんのお店に、の前を使わせていただいたんで助かります。ありがとうございます。いつもね、古着だったりを、買わせてもらってるんで、皆さんもよかったら立ち寄ってみてください。というわけでなんかおしゃれな雰囲気で終わることになりそうだけど、皆さんお疲れ様でした。スタミジャパンでした。また配信します。見てくれてありがとう。